めるんだコナー。手出しは無用です警部補、あなたには関係ありません。俺もずっとそう思ってたが間違ってたよ。確かに血の色は違うかもしれない、だが生きてる。どうしたんです警部補、バーが閉まってたから暇つぶしに邪魔しに来たんですか。それで俺をこき下ろしたつもりか。スーパープログラムが聞いて呆れるな。お前はもっとお上品じゃなかったか。警部補、私は任務を終わらせるつもりです。あなたがどう思おうとね。邪魔をしない方があなたの身のためですよ。だったら覚悟するんだなコーナー。お前の好きにさせるつもりはないぞ。そこを離れるんだ。もう帰ってください。今ならまだ死なずに済む。私は動きも早いし痛みも感じない。あなたに勝ち目はないんですよ。息子が死んでから俺はずっと腰抜けだった。自分を痛めつけて昔の自分に背を向けたんだ。だがなコナ、俺はお前なんか怖かねえ。自分ってやつを思い出したんだよ。さあ来い。どうするつもりです。私を殺す。アンドロイドは生き物だと言ってましたよね。さっさとそこから離れろ。俺は本気だ。離れなきゃ撃つぞ。よくやりましたコナー。ジェリコの場所を特定し指導者も見つけ出した。さあノースを捕まえて殺さぬように。生け捕るように言われているが、場合によっては撃ってでも君を捕まえるつもりだ。あなたもアンドロイドでしょ。自分の種族を裏切る気。君を破壊したくはないんだ。あなたコナーでしょ。聞いたことがあるわ、噂の変異体ハンター。おめでとうコナー、探し物が見つかったみたいね。あなたは人間じゃない。私たちと同じアンドロイド。あなたのための戦いでもあるのよ。黙れ。一緒に来るんだ。疑問を持ったことはないの？自分でも理解できない行動を取ったことだってあるはず。自分の中にプログラムじゃない何かを感じてね。何が言いたいんだ。残念だが
僕は変異体じゃない。あなただって私たちの仲間でしょ。私たちと一緒に戦うの。さあ決めるのよ。残念だが僕は変異体じゃない。やめるんだコナー。手出しは無用です警部補。あなたには関係ありません。俺もずっとそう思ってたが間違ってたよ。確かに血の色は違うかもしれない。だが生きてる。私には達成すべき任務があります。手出ししない方が身のためですよ。変異体は人間にとって脅威なんですよ。今やこの国は内戦勃発寸前だ。誰かが止めねば。こうなったのは人間が耳を貸そうとしなかったからだろう。人間は失敗から何も学びはしないんだよ。それを変えられたかもしれないんだ。そこを離れるんだ。息子さんの事故のことを知りました。あなたのせいじゃない。トラックがスリップし、あなたの車が横転した。息子さんは6歳になったばかり。黙れ。息子の話はするんじゃねえ。彼には緊急手術が必要だった。だが人間の外科医がおらず、代わりにアンドロイドが担当し、息子さんは命を落とした。アンドロイドが殺したんですよ。なのに救いたいと言うんですか。違う。コールが死んだのは人間がレッドアイスのやりすぎで手術ができなかったからだ。今までずっとアンドロイドのせいにしてきたが、息子を殺したのは人間だ。あの医者とあんな粉がないと生きていけないこの世の中が息子を殺したんだよ。あなたを殺さずとも任務は達成できる。ハンク、あなたと会えてよかった。辛い過去を忘れられる日が来るよう願っています。Not part of my mission. I'm glad to have met you, Hank. I hope one day you can get over what happened to your son.